なんとか進塁打になりましたね。さあそしてこのチャンスで打席には6番の利根が入っています。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですか。低め、これは外れた。ストライク入りません。ライト線へ持っていった。これは大きいぞ。入った、ホームラン。これ勝ち越しツーランホームラン。卓球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。ジャイアンツ勝ち越し4対2。いや、普通はこのカウントから打ってこないんですが、はい、ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。ご覧いただきましょう。自らを援護する勝ち越しホームランを放ちました。これはね、気持ちが入ってましたよね。リードを取りましたが、ゲームは序盤、追加点まで行きたいところです。